中ですよ。今綺麗ですよこれ。山ぶどうのソフトクリームっていうのがなんか有名みたいですよ。ガーデンがあります。あの白い煙突がグリーンハウスで、あのピアノ置いてます。あのドラマで作ったキャンピングカーが、あのハウスの横ね、左側ずっと降りていくと見えますので。あ、ちゃんと。でもそこまで行けないでしょ。あ、そこまでちょっとね。行けないでしょ。ね、あれ2008年のドラマだからね。うん。こんなじゃなかった。そうね、音ですね。ね、おじさん、これ実になるんだね。ブドウか。違うか。ブドウになってた、さっき。すごいブドウになってた。これなんていう。突き抜き忍道。これが違うわ。突き抜き。これは突き抜き。突き抜き忍道って、これ突き抜いてるでしょ。葉っぱが突き抜けてる。うん、ああ、突き抜けのその突き抜けね。突き抜き忍道。突き抜き。まず夏の花が咲いてる。あの四つ葉ひよどり、ここにね。あれ？うん。朝餅忘れてきちゃったな。すごいね。なんでしょう、これ。クリーンサップル、月抜き人形。月抜き人形。春はピンクとか。春先はひどかったよ。何もなかったもん。あんまり早い時期はね。5月だよね。今年は雪解けが遅いんですよ。あ、だから北海道の場合は今入る。テレビ見てた？テレビ見てた？これ。
ちましたからね、かなりですね。それでここは22のゾーンに分けてございます。ピクニックエリア、それからシェードプランツとか、それから花の道とかで、ここは全然動かしません。この下には春の球根花壇がいっぱい入っております。ですから春になったらここは春の景色が盛大に咲きます。で、自然に2500種類のお花がございますのでね、これが次々と咲いてまいります。で、特に今日は皆様をお迎えするのにいらっしゃいませの花が今日咲きました。私は何のためにここ行ったかというと、野原を残したいために参りましたので、この中には野草がいっぱい入っております。だから美しい庭というより野種を統一している庭とお考えくださいませ。これは野原にあるカラマツ草の一種で、タリクトラムヒューイッツダブルと申しますけれども、これはオランダから仕入れたものです。この頃日本でも売るようになりましたけど、あんまりありませんね。これはね、どうしてかって言ったら増えないんですよ。日本にある四菌カラマツなんかは一重ですからね、種ができまして増えます。これ増えません、なかなか。除草剤なしでございますのでね、はい、あちこちから農薬をまいて死んでしまったのが集まるんですかね、それともうちで卵を産んだんですかね。蝶々がいっぱい飛んでおります。で、ね、こうやって見たら、上の方もいるよ。これは何ですか。山ごぼう。黒くなるね、これ。真っ黒く、これこういう風になるんでしょ。これ思って黒く、真っ黒になる。欲しい方手出してください。欲しいです。ジャコン、ジャコン青、はい、ジャコン青いいよ。あ、かわいい。あ、見た、エザリス。リンちゃんがいるためにね、この木を切らないであるんですよ。で、ここに来た時あったのはこの木とこの木、中とこっちは全部私が植えましたからね。お茶パックが入ってます。こっちの方はですね、ハイビスカスがサララブでくるまってるんですけど、ハイビスカスの色だけで召し上がるお茶ですよ、はい、よかったら今シール貼りますから。なるほど、珍しいもの好きだから。こっち、ティー、ティー、ティー、まだあります。これちゃんとこのティーバッグが入ってるから、
1月だもん。いい、いいだもん。いい、いい、1、1、2、2だもん。いやいや、こんなにして来てなくていいのかな。ガーデン入り口300メートル、右に、ま、矢印ついてるよ。全部行ったら何になるんですか？あ、違うの？いや、私え、そこにあったの？違う？知らない。あ、あそこ。乾燥。乾燥。うん、これ。これでしょ？うん、これ名前なんていうの？これ、カシワバアジサイじゃないの？カシワバじゃないか。カシワバ。うん。アジサイだね。ミセアカシアは、これミセアカシア、ね、あれが大きくなったんです。味見してみね。これ、マラージャー。どうしよう。